TV2 一人でも頑張るぞ。第103回ユニバ TV2 始まりました。はい、さあ今回はですね、前回に引き続き、はい、ちゃんとアドニーさんに、はい、まあ、出演していただいて、はい、スロットデッドアライブ5の設定ログ実践を待ってました。はい、もうすっげえ楽しみにしてたんで、はい、そちらをやっていこうかなと思うんですけれども、はい、まあどんな感じになるんですかね、設定ログの挙動。まあ、そう、やっぱチャンスゾーンを経由するので、そこら辺の軽さとかもなんかあるのかなとか、はい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 、やっぱその辺は多分気になるところだと思うんですけども、まあ、あとは実際ボーナスとかにも差があるのかどうか、そうですね、はい、まあ、注目しながら、はい、まあ、とにかくですね、3人で打てばいろんな挙動を見て取れると思います、はい、これユニバー TV の歴史の中でも、はい、誰かが吹いて誰かが沈むとか、はい、いろんな6の顔を結構見れることが多いので、はいはいはい、まあ、今回も3差3用の設定6の挙動を皆さんにお伝えできるように、はい、頑張りましょう。わかりました、はい、はい、それでは早速実践に行ってみたいと思います、はい、それでは早速設定6を打ってまいりましょう。はい、はいはい、で現状なんですけれども、設定数測要素で、まあ、出ているものっていうのは非常に少ない状況です。はい、で、ビッグボーナス確率に設定差があるのは分かってるんですけれども、当選ケーキとしましては確定役、まあ、リーチ目みたいな役ですね、リーチ目が止まる役と、あと右上がりに揃うベルが確定ベルなんですけれども、はいはい、そちらには設定差があるんですが、それ以外の当選ケーキには設定差がないので、はい、まあ、一応現状設定差があると言われている共通ベル、下段に揃うベルですね、下段ベル、はい、こちらをまあカウントしながらとりあえず打っていきましょう。はい、わかりました、はい、でおさらいなんですけども、打ち方は基本的には振り打ち、はい、はい、OK、わかりました。で共通ベルが状態移行の鍵で、まあ、降格中にバトルシンボルが止まった方が、あのデッドアアライブに当選しやすいという形になるんですけども、はい、共通ベルが成立した場合は 50% で、降格に移行すると。あ、結構強いですね。結構強いんですよ。あ、プッシュボタンを押せと。お、いきます。おぉ、かっといい。これ、なんか大丈夫かな。赤、青、はい、お、緑で、お、いや、違います、右下がり、右下がり、あ、右リールの緑は切られました。じゃあタック役ですね。はい、タック役なんで期待したいですね。そうですよね、はい、エピソード1からの発展ですね。1からの発展、おお、来た。さあ、あとはタックになってるかどうか、いきます。つきましたね、はい、はい、この後ですよね。この後ですね。水着なんですけど。こんなんで勝てるんですか。自分で言っちゃったよ。まさか MB 来ました。 MB 来ました。あー、いいですね。自分で言っちゃいましたけど。いやいや、うまいです、うまいです、はい、では言います。多分これで勝てんじゃないかな。さすがに決めたいとこですね、それは。はい、言いました。これで ART ですね。 ART ですね。火玉を3つ、はい、緑玉を1つ、おお、獲得しての ART です。じゃあ90ゲームぐらいは平均で見込めるかなっていう感じですね。はいはいはい。エピソード2からの発展、おお、ラストエピソードまで行きました。白タイトル、あって、どういうシチュエーションなの。おお、では参ります。
まあ、レイファンなんで、期待度は 50% ぐらいあるはずですね。おレイファンはまあホールドが外れリプレイでもダメージチャンスと。バトル始まるときにフリースム好きだな。おお来た。おクリティカルチャンス。おこれこういうとき大体左右なかったも決めてるんですよ。お完璧です。うまい、すごいうまいですね。嬉しい。あ、私今、はい、ART 中にエピソード入りまして、はい、タイトル赤でございます。あ熱いですね、熱いですね。なんか2人とも楽しそうですね。私まだ何にもやってない。楽しくないんですか？私まだ何にもしてないんですよ。エピソードすら言ってないんですよ。よしってことは、僕もこれはデッドアライブですね。デッドアライブですね。結構やっぱ来ますね、デッドアライブ。結構、いいですね、結構ゼロですよ、まだ、はい、やばい、やばいです。あの、残り1ゲームで結構まだ残ってなんか一発で削れなそう。おお、ワーニングからの共通ベル。イエス、うまい。おーそうそう、ギリギリです。成功報酬は黄色玉2つ、緑玉2つですね。私の方が気になっちゃって自分の台にやったエピソードが来たんですけど、はいはい、あのいきなり、え、これいきなり出ましたっけ、ラストエピソード。いや、ラストエピソードにいきなり行くのは多分チャンスパターンだと思います。やっと来ました、チャンス。バーステージ中でしたとかじゃなく、いや今でも共通ベルを引いた次のゲームで引いたんですよ、シンボルを。なるほど、じゃあ合格っぽいですね、やっぱりね、はい、よし、やっとです。あ、もう終わりだ、言われた。あ、やられた、倒れた。この時の注目ポイントがありますとは、おっぱいの揺れ方で、あのレジェンドモードっていう、あのデッドアライブの連続性のあるモードに滞在している期待度が変わるんで、ナナメちゃんどんぐらい揺れてます、これ。これは呼吸程度の揺れなので、ちょっと浅いですね。浅い、浅い、はい、浅いってことは、はい、多分レジェンドモード滞在期待度も浅いってことだ。そうですね、ちょっと物足りなさを感じました。ちなみに何段階あるんですか、はい、先生。結構揺れる時はもう、あのこんぐらい、まあ、呼吸程度、はい、プルプル、バルンバルンですか、ユッサユッサ、バルンバルンっていう3段階だと思うんです。わかりました、はい、じゃあこの辺はちょっとあの今後もナナメさんに判断してもらうということで、揺れをね、揺れを判断してもらうといけない。この会話超楽しいですよし、頑張るぞ。なかなかでも、あのおっぱいの揺れ方を浅いって表現する人俺初めて出会いました。浅いってなんか深い表現ですね、逆に、はい、いやもうそういうところはしっかり見てますんで、私は。なるほど、はい、お、よしよしよし、ここが結構あれですよ、最後の壁ですよ。よし、頑張れ。こういうのがあるんだ、すごい、しかも MV 入れて、はい、よっしゃー、いっぱい持ってないと。だベルを引かないと順増は吹いていかないですけども、その分あのゲーム数は伸びていくっていう、長く滞在できるっていう。あとはまあベルナビ方式なんで獲得枚数はかなり安定するはずなんで、はいはい、はい、僕ラストナビ1です。ラストナビ、これを引いてしまったら終わっちゃうと。わ、フィニッシュ。あ、おっちゃん、いつの間にか終わりましたボケっと
したら。これでも終了画面違いますね。ああそうですね、一応メモっといて損はないかもしれないですね、はい、うん、ああこれで終了かな。さあ123ゲームで終了と。あ、終了画面また違いますね。そうですね、3人いますね。へえ、はい、おお、あ、タグ役。うわっ、あ、あ、もうこれは MB の目もない。先生ちょっとじゃあ判断を。あ、あ、すみません、当たっちゃいました。当たるんだ。そうかそうか、必ずしも子役を引かなきゃいけないってわけでもないですからね。子役引いたらもちろん攻撃しますけど、引かなくてもチャンスは一応あるっていうことで。そういうことか。緑2個だとまあ平均60ですね。はい、うわー、これは大変だぞ。あ、やっとチャンス来ました。お、タッグ役を引きました。赤緑、はい、お、両方ついてます。しかもお、これ取ったら熱くないですか。ちょっと絶対熱いですよ。それボーナスとかもありかもしれないですよ。これこちら、お、花火ゴロ、花火ゴロ取った。これボーナスあるんじゃないですか。はい、お、さすがにあるでしょ。これ揃えていいですよ。あ、やった、素晴らしい、素晴らしい。304ゲームでボーナスです。やった、やりました。さあこれは大チャンスですから。そうですよね、はい、ランマンしちゃってください。頑張りどころです、頑張ります。私の方はやっとバトルに発展しました。お、倒したいですね、これ。倒したいです。これはいったんじゃないですかね。とどめは次か。おー、やったー、やったイエーイ、やったすごい、やりました。よっしゃー、はい、あー、ありがとうございます。この桜花爛漫でどこまで頑張れるか。はい、頑張ります。よっしゃー、オッケー、ヒーロー、うまいな。とりあえず今2個です。ラスト4ゲーム、カットインが青ばっかりですね。よし、おー、ヒロー、そう言っておきながら揃えてますからね。青ばっかりってすいません。よっしゃ、揃うじゃん。青で十分なんでしょ。意外と、意外と、意外と揃えました。思ったより。あー、ラスト1ゲーム、あー、終わり。黄色3つの緑1個です。ここなんかもうエピソード中でカウントダウンが進んでまして、あ、ボーナスいた。おお、おお、はい、ボーナスいきます。特化ゾーン入ることなくボーナスが終了したんですけど、でも200枚ぐらいまとまって取れるのって結構いいですね。まあ確かに、ね、おっしゃ、デッドオアライブ、あった、おし、倒しました。いいですね、絶好調です。よし、なんかなかなか終わらない感じになってきてません。いやー、そうだったらいいんですけどね。赤がまだ1個もないんですよね、この回。はい、すごい、まだ勝ってないんで喜べないんですけど、はい、レインボーが光ってます。おお、何が何でも勝たなきゃいけないじゃないですか。頑張りたいとこですね、これは。頼む、あー、来た来た、勝ちました。いや、デンジャー来て、いや、もうほぼほぼいけそうな雰囲気ですよ、これ。いいなぁ、なんですけど、
ほぼほぼいけそうとかもういいな。でもいい勝負ですね。いやいやもう残り1ゲームなんですよ。そうなんですね。頼むここ。ギミックレンジャー発動、これバトル中のチャンスパターンですね。オッケー、とりあえず。おお、やった。すごい。でも俺が緑玉3個と赤玉1個ですわ、はい、おアドニーさんは緑玉4個に虹玉1個です。やっすごい。これはちょっと一撃期待しましょう。うわあ、レインボー。レインボー、本当だ、やったー。またボーナス。おお、引く。おかわりっていうか戻りますもんね。しかもそうなんですよ。よし、やったー。3人ともちょっと展開がだいぶ派手になってきましたよ。よし、やりました。あ、虹は優先的に使われる。そうですね、虹は先に。基本は黄色緑赤の順なんですけど、虹だけは一番最初に使われます。でさっきボーナス引くと、はい、ナビが戻るって言ったじゃないですか、はい、これ僕もこれこの最中にボーナス引いたら戻る。戻ります。だからできるだけ後半で引きたいですね。例えば、ね、残り5ナビとかで引ければもう45個またもらえるんで、引くタイミングによってはすごい重要、100ゲーム以上の上乗せになるっていう、なるってことですから。 あれこんな敵でしたっけ。あ、ジャック、これはあのチャンスパターンですね。お、はい、あの液晶上のこういうセリフちゃん、あのヒント演出でも、はい、あのキャラがいつもと違えば点点点ハテナってなったんで。そうなんですね、はい、おお、いけますよ。あ、2時しかも来ました。チャンス心が全部ハテナになってるんで、はい、これプレミアパターンじゃないですか多分。おお、うん、すごい。ラストゲームもハテナになってます。あ、もう絶対勝ち確です。うわ、すげえやつだこれですね。あ、しかもなんかもうストーリーっぽくなってるんですね。ちょっとボーナス当たってないですか。え、本当ですか。そんなことないか。あ、もう死にました。あ、うん、やっぱそうですね。あ、ボーナスだ、すごい。これも超絶嬉しい確定パターンじゃない。本当そうですよね。やった。嘘だ。早っ。ちょっと平均より少なかったですね、今回は。レインボーの新無限ラッシュが出てきました。いいな、これあ、私ラストベルを今取りましたね。なるほど。じゃあ虹色は終了と、はい、でもその間にチャンスゾーンをちょこちょこ入れててですね、はい、弾は残り黄色が3、緑8、赤2です。おお、すごい、はい、めっちゃ溜めてたんですね。あ、次回予告ですかね。わあ、熱い。エピソード。あ、花火柄すごい綺麗。この花火柄も音がいいですよね。ピーンっていうね、はい、上から順に3、2、1とゲットしました。いや、やっぱレインボーはそこでしょうね。本当に強いですね。し終えた後の弾もやっぱ溜まりやすいっていう、はい、でユニバー TV これ伝統ですから俺だけ出ない。じゃマジで 6? 本当行くと思うけど。いや、すいません、あえて触れなかったんですけど、はい、いや、いつもこうなるんですよ。本当に。あ、赤ゼリフ。これは熱いんじゃないですか。あ。デカプッシュですよ。赤緑タック役とデカプッシュでドカン。
3じゃない。だって玉貯める機会が少なくなるわけです。あ、確かにそうですね、はい、ということはその分、あれ、わあ、いきなり右上がりリップ揃ってるから、はい、多分当たってます。おお、これ RT 状態上がるリップのはずなんで、やはりおフランスモンチのボーナスね。よしよしよし、バトルいったよ。ゴブゴブって感じだな。あっ、あっ、でいっ、おお、いや、来ましたよ、これは。完璧に巻き返す体勢ですね。巻き返す体勢入りましたね。いや、気持ちいいな。インがリプレイ、内部的リプレイで、このやつはベルと同じ払い出しがある。あ、これでもこれリプレイよ、うん、あらららら、あ、これ全部リプレイだよ。僕は1回だけ王かランマンに入って、黄色玉4つ、緑玉2個、まあ、白玉それ合計6個と。おお、赤緑ダブル。はい、しまいました。507ゲーム継続しまして1444枚です。いや、すごい結構いきましたね、はい、ボーナス3回引ってるでしたっけ。あ、そうですね、はい、3回引いて1444枚。やっぱ大事ですね。はい、やばい、タックで負けた。あら、タックで負けたんですか。あ、すごい、モワモワしますね。だいぶ揺れてますね、はい、これどうですかプロ。これは多分大段階のモワモワじゃないですか。モワモワ揺れてないですか。これ一番ですかね。ゆさゆさしてないですかね。これゆさゆさですかね。チチチューでいいですかね。チチチューで大丈夫です。チチチューハテナで大丈夫です。チチチューハテナ、はい。いやでもまあ十分かな。じゃあ、はい、皆さん、はい、ここで、とりあえず一戦終了と、はい、いう形なので、まだちょっと残ってますよね、はい、あの、むっちゃ楽しい真っ最中なんですけれども真っ最中真っ最中なんですが、はい、まあ、一応ここでとりあえず終了ということになります、はい、一戦終了しました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。それでは、はい、各台の数値をちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあまずはアド兄さんからお願いします。投資350枚、はい、で、出玉が現在1735枚プラスが1385枚なんですけど、はい、現在緑ジャックを消化中でございまして、はい、まだ赤ジャックが4個ある状態。あ、まだまだ伸びますね。まだまだ伸びますね。非常に楽しかったです、はい、平均で言ったらまあ200ゲーム以上はまあ伸びるだろうという形になります。そうですね。あと始まる前にこうカチカチしていこうって決めた共通ベルに関しては、はい、64.6 分の1という数字になりました、はいはいはい、なるほど、はい、じゃあ七海ちゃんも、はい、
まず総投資の方が750枚、はい、で獲得枚数が1531枚となりまして、収支の方はプラス781枚です。素晴らしいです。はい、そしてですね、私通常時の方が587ゲーム回しておりまして、はい、チャンスゾーンが2回出てきました、はい、なので 293.5分の1 となりましたが、はい、共通ベルなんですけれども、はい、27回引きまして51.5分の1となりました。かなり、はい、引けてますよね多分。そうですね、結構引けたかなと自分でも思っております。はい、はい、なるほど。で、僕の方がですね、まず総投資が600枚で、はい、獲得枚数が613枚、まあ、奇跡のプラス13枚。すごいです。絶妙ですね。絶妙なんですけど、これ僕が勝った時点で相当やれる6ですよこれは。、はい、相当やれる6です、間違いないと思います。で現状も一応今無限ジャック黄色3と緑1を獲得して、これから ART 入るぞっていうことなんで、もうちょっと3枚は伸びたなっていう状況で終わってるんですが、はい、僕の方がですね、総ゲーム数1417ゲームで共通勝利22回なので、はい、まあ、58.6分の1という形になっております、はい、でまあ一つ、まあ、ユニメモで、ゲーム数とかチェックする注意点としましては、はい、総回転数というものは MB の消化ゲーム数も込みなんですね、はいはい、ただ子役出現率がユニメモによって出されたものは MB を抜いたものでちゃんと算出してくれてるんで、はい、だから自分でカウントしてその総ゲーム数を見て、例えば共通ベルの出現率を出そうとするとちょっとずれるんで、はい、まあ、ユニメモがマストですね、はい、これ共通ベルカウントするときは、はい、まあ、60分の1を切ってくるような台はもしかしたら高設定の期待が高いのかなという結論になりました。感想をちょっとお聞きしたいなと思うんですが、まあ設定もそうなんですけど、はい、チャンスゾーンの消化中とか、はい、いろいろとセンスを問われる台だなと。そうですね、これが引けるかどうかみたいなところのレバーに入る力というかですね、はいはいはい、多分打った後肩こりひどくなってんだ。まあそれぐらいやっぱ自力感すごい満載な台、いつの間にか力入って叩いてますね。はいはいはい、まなみちゃんどうですか。はい、私は逆に女性目線からいくと、はい、そのまずフリーで適当にパパパンって止めても全然問題ないってとこがまずいい点と、あとそのチャンス目だとか難しいのはなくて、本当にシンボルを、シンボル卓役っていうのが分かりやすくてすごくいいなと思ったのと、はい、あとゲームが大好きなので、はい、映像がすごい、もう本当にテレビでゲームしてるかのような気持ちになったし、はいはいはい、なんかあここが熱いっていうのもすごい分かりやすくて良かったかなと思います、はい、なんかすごい楽しんでいただけたみたいな。はい、すごい楽しかったです。いや、よかったです。まあとにかくやっぱりこう結構6は安定感あるのかなっていうのが3台ともプラスになってるんで、そうです、はい、まあ、狙う価値は大ありだと言っても過言じゃないかなと思いますんで、うん、今回の実践結果を参考にして皆さんもぜひホールでセット6を探してみてください。それでは今回のイリバティリーツはこれにて失礼させていただきます。またお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。